ユウさんには絶対スーツを通るんですよ。当たらない。かつ今リャンマン1枚目はスルーしてるんですよね、はい、でやっぱ差し子の3色諦めてカンスーソンに取ったみたいな風にやっぱ見えておかしくないんで、赤さんが否定されるんですよね。そうするとそうかそうか、赤さんもどっちいて取っちゃうんだですね。マックス3球でマックスが出てきたみたいな。そう、いやでもすごい読めてるからこその仕上がりとなりました。この曲さあ何の3曲です。園田にチャンスか。うわー、ユウさん酷使っすね。こういう感じ。ただ自敗から行きました。地道に行くのか。ユウの親番が落ちています。ただこの親番はね、松ヶ瀬さんに引かれるわけにはいかないですね。ユウさんはやっぱ最悪のトップラス決められちゃうんで、はい、今松ヶ瀬が僅差のトップ目に立っています。ただ堀の手もいい、園田の手もいい。ちょっときついね。これはさっきよりもだいぶきついね。てかまあ、何を狙うんだろう。これがでもやっぱね、第2試合、お、テンパット。カンスーピン。リーチか。ドラ1。親番リーチ行きました。カンスーピン。これ嫌ですね、ユウさんからしたら。はい、山に2枚。いやでもこれ2人戦いますね。そうだ、堀は。いや、いけそうな手でしたもんね、元より。でも松がね言ってた、やっぱりこれが包囲網ですね。完全にね、今の曲がね。配列を抑え込みたい。その標的に今優がなっています。まあ、やっぱパイレスさえラスであればみたいな堀さんは多分自分が2でドリブルストップでも構わないって最悪持ってると思うんで、そうか、最悪でどうすんだろうな。どうしよう。まあ行くなら数万なんですけど、数字の数万いったね。その名も行って進みました。まだ頑張りたいですね。頑張りたい。赤赤イースチーマンとローワンしか通ってないですからね。はい、さあ、ユウはあんこの9万に手をかけました。ここからは戦えない。いやでも今のさ、宝珠からのさ、いけいけだ。リャンウーパーピン、ロー9万、そしてその他は泣いていく。関数層はいいところが泣けました。イーシャンテン。いやでも今の宝珠からの堀さんトップストかっこいいね。かっこいいね。だけーみたいな顔だったサンキューバックスだ。2000なら許したのな。2000なら許したね。さあ、先ほど数層を通している堀です。チーマン行く可能性もあるね。チーソードラなんだよな。チーソーにくっついてリーチっていうね、ローソーとかパーソビキあるから、でロッキーマンが弱いんで、はい、パーワンジリーもね、パーワンジリーもある。確かにロッキーマン弱い。てか多分チーマンは切らないと思うけどな。パランピンだ。これはチーソー縦も見てって感じですか。うん、ロッキーマン場に4枚切られています。あ、テンパった。ランピン探知、リャンピン短期にしました。あ、ここは持ってる人切ってくれの。リャンピン短期としました。いやでもしかも堀さんこれウッパーピン引いたら、いや行かないと思うね、パーワン切ると思うもんね。これ一通があるから。そうかそうか、リャンピンそのもの引かないと切らないね。リャンピンじゃ山に1枚からの関数層を知恵しているので単用でなくてはいけません。そのだで、しかも堀さん今ハックそのままつもりいったんで、リャンピン問い落としじゃないことが分かったんで、じゃあ山にこれ変えますね。次の無筋の牌とかは。そうか、まあまあ、リャンピンリャンピンで打つだけだったら白残してリャンピン先打つんで、あーなかなか単用の牌引いてこれない。ね、まあ当然一流自牌はちょっと無理なんですけど、でもスーピンはね吸収した上にスーチーピンの待ちになりますね、その名は、さあスーピン山に2枚30ミリ1チーピンとかで言ったらチーするんじゃないですか。チーしてチーピン打つんじゃないですか。あー、ガセさん押されすぎてちょっと不満そうですね、うん、もうあれ3巡目終わり1ねじ伏せることができないか。これは変えるね。これは変えるね。1枚入れ現物、うん、さあリャンマンに変えました。リャンマンガーリー1社の現物。これね、いやもうユウさんもなんならさっきと同じこと考えてる可能性もあるけど、今回はね8000の可能性あるんでできないんですよね。8000きつい。マックス3級だからこそできたゲートを先ほど、園田さんにってことですね。そう、ガセネさんのトップはやってないよという、風林火山のってことですよね。そうですね、風林火山を今度抑え込みたい。3色じゃない、高めと関数装置にしては3、4、5、3色見える形になりました。一応ローピンね、9ピン取ってるんでローピン打ちたいっていうところですけど、リャンマン切りも当然ありますよね、現物なんで、無筋を勝負しないで、ローピンで3色だしね、ただサブロピン待ちとしてはやっぱりあんまりですよね。堀さん3ピン持ってそうですよね、数万無筋をした後に端っこでランピン出てきてますからね。あ、実際サブローピンにするとかなり薄いですね。薄そうなのは当然園田さんも分かってるけど、はい、ただまあ一応ねトップ競ってるんで、この順目で無筋いっていいのかいみたいな。どっちもない。サブローピンができたよ。いないわけじゃないんでね。
難しいよね、うん、むずい。ただローピン打つイメージある俺は。あるね、あるけど、うん、果たしてローピン打った後にリアンウーマンが出てくるのかっていうところ。ローピン打った、うん、えらい高め三色の可能性を負った、いや息止めてましたね今。なかったことにしてましたね今、もうローピンを切ったの。いやあれいいですよね、怖いっすよマジで。なかったことにしてるもん。息は止まってました。リアンウーマン山に3枚残ってます。いやこれリアンウーマン直ったら、押されてるよ、積もったり直撃したらもうめちゃでか。ええ来た。うわー嘘でしょ、6球ストーのリーチ、6球ストーやばい、超いる。え、手配に3枚、手配1枚、4山。そうでもなかった。いやいやいや、結構いるでしょ、4は。この順目の4は偉い。急走3だもんね。いや、どうなっちゃうこれ。でも、スーピンは2枚。スーピンは2枚。リャウマ3枚。どうだ、リャウマ3枚、リャウマも3枚。リャウマ3枚じゃないかな。うわー急走積もった3600。でかい、うわー、嘘、これは。リーチ一発もピンク、オモウラ。そう、内からのこの攻めね。オーラストップ目は、いやこれはちょっとさすがにしびれるわ。松ヶ瀬に親かぶりさせ、完全な並びができました。さあ続きまして、本日2戦目見事トップとなりました角川桜ナイツ堀慎吾選手にお話を伺います。トップおめでとうございます。ありがとうございます。今率直なお気持ち聞かせてください。まあ嬉しいですと言いたいところなんですが、はい、ほっとしてます、はい、ほっとですか、うん、それはこうファイナルシリーズ入って、はい、まあ、今回堀選手は初戦ということにファイナルになりますけれども、はい、それはちょっとプレッシャーだったりとかいろいろなもの抱えていたんでしょうか。まあ、プレッシャーもそうですけど、まあ、プレッシャーはあんまりないかな、はい、パイレーツがね2戦目トップ取ってかなり抜けちゃってたんで、はい、このままね出て僕、まあ、またパイレーツトップ自分がラスみたいなことになったらかなり厳しくなってしまってたんでね、はい、なんとかまだ、はい、この先もね、皆さんにファイナルを楽しんでもらえる感じになって、はいはい、まず一番ホッとしてるっていう感じです、はい、まだまだ張り詰める戦いということになりますので、うん、皆さんに向けて一言、お気持ちの方お願いします。そうですね、はい、まず、これでね、セミファイナルこれからもなんか、はい、パイレーツ独走みたいな感じじゃなくなったということにひとまずほっとしてます、はい、ただ全然気は抜けない状況なんで、これからもチーム、みんなで頑張って勝ちを積み重ねていきたいと思います。応援よろしくお願いします。ありがとうございました。